皆様おはようございます。おはようございます。今日も、雨の中ですけれども、このようにして共に集まり礼拝ができることを心から主に感謝したいと思います。そして今日は喜びの洗礼式ですね。主に感謝と喜びを捧げ、賛美を捧げ、この礼拝を始めてまいりましょう。最初は元気な賛美です。手拍子を持って賛美を捧げてまいりましょう。
く主の前に祖学のうちに静かな祈りの時を持ちましょう。お祈りいたします。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。アメン。恵み深い愛する天のお父様、あなたの尊い御名を心から賛美いたします。台風10号が日本を直撃して大変な1週間でしたが、あなたが共にいてくださり、あらゆる災いから守られて主日礼拝に出席できますことを感謝いたします。御子イエス様、あなたの十字架のご愛を感謝いたします。罪の中で苦しんでいた我々をお救いくださりましたことを感謝いたします。あなたを救い主と信じることで新しい人生が与えられましたことを感謝いたします。あなた以外に救いはないと告白して、今週も多くの方々に福音をお伝えする力をお与えください。聖霊様、あなたを心の中心にお迎えいたします。いつも近くにいて聖書の御言葉を通して知恵を与え、心に平安を与え、清い思いに変えてください。メッセージを取り継いでくださる柴田先生を聖霊充満で尊くお持ちください。祈りから与えられたメッセージを通して主からの御声をいただき、今週も大しく過ごすことができますようにお願いいたします。柴田先生ご夫妻、ご家族、まみこ先生、梅津先生とそのご家族のご健康をお守りください。また大川先生ご夫妻のご健康もお守りくださり、福音伝道にますます用いられますようにお願いいたします。困難が訪れても自分の考えで解決しようとせず、神様の御心は何かを祈り求めるときに解決の道が必ず見つかります。聖書の御言葉を通して進むべき道が理解できますように導いてください。今さまざまな問題や病気で悩み苦しんでいる方々に慰めと癒しと解決方法をお示しください。教会員の祈りのすごさを身をもって体験しました。どんな時も積極的に、肯定的に、信仰的に歩めますように思いを変えてください。本日洗礼を受けられます飯田和子姉妹を大いに祝福してください。イエス様と歩まれるこれからの人生ほど安心で心強いものはありません。姉妹の健康をお守りくださり、ハーモニカなど賜物を生かして大いに用いられますようにお祈りいたします。またご家族の上にも祝福が届きますようにお願いいたします。本日さまざまな都合で礼拝に出席できない方、インターネットで礼拝を守っている方々にも同じ恵みと祝福をお与えください。キッズチャーチやユースの若者を覚えてください。主にお従いできますように導いてください。世界に平和が訪れますように。
I am so happy in Christ。 これらすべての祈りと感謝を我々の救い主イエス・キリスト様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして、主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞご着席ください。本日のメッセージの聖書箇所をお読みいたします。新約聖書231ページ、使徒行伝28章7節から10節です。使徒行伝28章7節から10節です。28章7節からお読みいたします。さて、その場所の近くに島の首長ポプリオという人の所有地があった。彼はそこに私たちを招待して3日の間親切にもてなしてくれた。たまたまポプリオの父がスキリを患い高熱で床についていた。そこでパウロはその人のところに入っていって祈り、彼の手を彼の上に置いて癒してやった。このことがあってから、他に病気をしている島の人たちが続々とやってきて皆癒された。彼らは私たちを非常に尊敬し、出版の時には必要な品々を持ってきてくれた。アーメン。ただいまより誕生祝福がございます。続きまして、神の指、フィンガープリンツ・オブ・ガッツシリーズ108、最後の奇跡、アイランド・コールド・おもてなしと題しまして、柴田先生より本日のメッセージを取り次いでいただきます。皆さん、おはようございます。今日はですね、もうたくさん嬉しいことがあるんですが、今司会をしてくださった、神田先生は、大きな手術をされて、手術後初めての、礼拝ということで、今日はですね、先生の患者さんでもありました飯田和子姉妹が洗礼を受けられるということですね。もう頑張って、今日はですね、本当は杖がないと危ない状態かもしれませんけども、もうこのためにですね、先生も来てくださって、ご奉仕をしてくださったですね。その他にもですね、糸葉ちゃんもどっかにおるですね。初めて教会に来てますね。はい、あ、まあ、あ、かわいいですね。さっき抱っこしたですけど泣かないんですよ。皆さん後でね、ベタベタ触らないようにしてくださいね。恒例ではありますが、もう一つ感謝は、9月の最初の日曜日ですので、9月にお誕生日を迎えられる方、会社の中に、またネットをご覧になっている方の中にあられたらお立ちいただけますでしょうか。9月生まれの方ですね。はい、また9月に洗礼を受けられた方、例のお誕生日と申します。その方もあられたらお立ちください。アーメン。お祈りします。愛する神様、こうしてただ年を取っていくのではなくて、神と共に恵みと感謝を指折り数えることができるこの生涯を感謝します。神様、こうして神の家教会で与えられた命を数え、命を与えてくださったあなたを見上げて感謝できること、なんと幸いでしょうか。今見舞いに立っておられるお一人お一人の新しい一年も、イエス様あなたの背中を見て、辛いことがあっても、苦しいことがあっても、悲しいことがあっても、決してあなたから離れず、どこまでもついていくことができますように。
一年をまた祝福してください。尊き主イエスキリストの名前で祝福します。アーメン。 God bless you. ハレルヤ。歌いましょう。 God bless you. ハレルヤ。 God bless you. ハレルヤ。 God bless you. ハレルヤ。ありがとうございます。ご着席ください。それではキッズの皆さんは5回、楽しいキッズチャーチに、お移りいただければと思います。アメン。週報を後でまあ読んでいただければと思うんですが、コラムラン今日何の日って、実はここ教会4階なんですけども、エレベーター、面白いエレベーター、今日何の日って出るんですね。今日はもちろんこう9月1日防災の日なんですが、まあいろいろ防災の日だけじゃないそうなんですね。でそのことをまあ今日洗礼を受けられる、飯田姉妹のハーモニカ目でですね、少し書かせていただいたんですが、書かせていただいたんですが、今日はですね、なんと9月1日ダジャレの日だって言うんですね。でね、私何が一番覚えたかっていうと、日本ダジャレ協会っていうのが一般法人だってですねそれダジャレじゃないのって思ったんですけど、最初。まあ皆さんですね、ここまで週報に募集書いたらちょっとやっぱり一つやんなきゃと思いますよね。まあ聞いてください。2匹のカエルがですね、大きな大きなミルクの樽の中にボチャンと落ちてしまいました。 2匹は必死にもがくんですが、まあちょっとですね、もう滑ってですね、ジャンプも登ることもできなくない、できない。やがてですね、1匹はですね、ああもうダメだとギブアップして、諦めて沈んでいっちゃったそうです。でもですね、もう一匹は諦めず、どこまでも必死にもがき続けていたそうですね。すると、ミルクはやがて濃いクリームとなり、クリームはやがてバターとなったという、こういうストーリーですね。諦めなかったカエルは、ジャンプして、ね、このバターのからジャンプしてどうなったか、もちろん家に帰ることができたという。あれ面白くないここがジョーク、ダジャレを付け加えたんですね。ダジャレ協会ならぬ、シ・バター牧師のダジャレは世界を変えるか。変えるわけないですね。はい、お疲れ様。はい、ここから先がメッセージになります。なら帰るな、そんなことなのなですね。はい、前回シリーズは107回目でしたね。ということは今日は108回目なんですが、使徒行伝の最後のチャプター28章、前回は1節から5節まででした。ちょっと漏らしちゃったんですけど、今回シリーズ最初になるかもって、なりませんでしたですね。まだ1回2回あるかなと、思います。前回はですね、ローマへ護送中の囚人使徒パウロ、嵐や破線に遭いまして、そして泳いで丸太島へなんとか命からがら泳ぎ着きましたと思いきや、火を焚いたその焚き木の中から現れたマムシって書いてありましたね、毒蛇ですね、これに噛まれたわけでありますね。前回やりましたが、蛇というのは聖書でちょっと特別な意味があると、サタンや悪魔の象徴でもあると、エデンの外で、園で、初の人類アダムとエヴァを、こう誘惑したのは、やっぱり蛇だった、ね、やっぱり蛇知ってるんだよね。女性は食べ物に弱いって、だからね、女性エヴァの方からね、食べ物の誘惑でありましたからね。まあ、あの時ですね、でもあの時は噛んだのは蛇ではなくて、蛇に、まあ、サタン悪魔に誘惑されたアダムとエヴァに、禁断の実を噛ませたということでありましょうかね。
そのことゆえに人類に罪と死というこの毒を注入、インジェクトすることに成功したと、まあ、そんな話でありました。今回もですね、この見えない背後にあってこの福音が広がっていくとき、このイエスが伝えられるところに反対の力が、サタンや悪魔の力が働くわけでありますが、でもなぜサタンは、思いません？この先もうすでにパウロは捕らえられていてですね、囚人としてローマに護送されている途中なんです。そしてやがてこの先ローマで、死刑になるわけですね、殉教するわけですが、なぜそんなパウロをわざわざですね、嵐や破線やマムシをしてまで即抹殺しようとしたのかっていうことですよね。ほっといてももうわずかの命でありましょうということですが、まあ、その理由が、まあ、今日の聖書箇所と言えましょう。いや、さらにこの聖書だけではなくて、この後2000年間にわたりマルタの人々を変え、そしてなんと世界を変えてしまうようなことをが起こることをサタンは感づいていて、それを阻止しようとしたわけであります。しかしそのサタンの策略は見事に粉砕されました。なぜならば主を信じ従う者のうちにはイエス・キリストのこの十字架に流された血という解毒剤、血清が流れているからであります。それが、まあ、前回のメッセージであり、実は今日の洗礼式です。水による洗礼式でありますが、イエス・キリストの血によって私たちはこの血清によって罪の力から解放されるのであります。使徒行伝、今日の箇所をもう一度お読みしたいと思いますね。28章の7節を開きください。7節、さてその場所の近くに島の首長ポプリオという人の所有地があった。彼はそこに私たちを招待して3日の間親切にもてなしてくれたと。パウロたちが漂流したこの島、これは現在のマルタ共和国のマルタ島です。もしかしたら観光地ですので行かれた方あるかもしれませんね。地中海の、まあ、真ん中と言いましょうか、イタリア、シチリア、あれは半島じゃなくて島ですね、南93キロ、この島の面積は246平方キロメートル、横浜市が470でしたから437ですか、平方キロメートルですから、この島は横浜市の半分よりちょっと大きいぐらい、そんな小さな島です。まあ、島国日本も親切な国でありましょう。島国ってそうなのかなともちょっと思ったんですよ。マルタ島の人々も同様に、まあ、この嵐の夜に破線座礁してですね、泳いで漂流したパウロたちを、まあ、前回の箇所より火を起こして食事を与え解放し、まあ、親切にもてなす彼らの姿がここにあるわけであります。実は先週のこの教会の母教会にもなりますが、大和教会、その祈祷会の祈祷会で大川牧師がですね、まあ、ウィキペディアを見てもらっても書いてありますが、世界最大の教会、韓国ソウルにありますヨイド純福音教会、まあ、牧師でやられた3年ほど前に召されましたが、デイビッド・チョ・ヨンギ牧師、私はもう何年ぐらい前になるか、もう十何年前ですけども、先生のオフィスで先生から手を置いて安守祈っていただいたことがあるんですね。思い出しますが、まあ、巨大な教会ですね。80何万人って書いてありますね、ウィキペディアにもですね、教会員が。世界から、まあ、見ればですね、その張永吉先生こう言ったんですね。世界から見るとですね、日本は悪いことをたくさんしたって、
さらに誠の神を信じない日本人が、まあ、これ本音でしょうね。なぜこれほど祝福されたのかわからないって、まあ、その犠牲者であり、まあ、キリスト教国である自分たち韓国よりも祝福されているとはどういうことかって。でもある日来日された先生、日本の床屋さんに行って分かったそうです。え、床屋さんで、まあ、床屋さんだけではないと思いますが、もうとっても丁寧で親切、真実で正直、誠実で真面目、手抜き、ごまかしをしない、和を大事にする、平和を愛する、驚いたって。やはり日本人のこの親切といいますか、おもてなし、心配り、誠実さ、真実さ、素晴らしいものでありましょう。だって落とした財布やスマホが戻ってくる世界で唯一の国ですよ、ここは。私も戻ってきたことありますから、皆様ご経験ありますでしょう。以前ですね、教会のご婦人、お年を召したご婦人ですが、この駅前の ATM で現金を下ろしてですね、下ろしたのは良かったんですけど、下ろした現金全部マシンの上に置いたままで帰ってきちゃったって、ね、何しに行ったのかな。でもありますよね、買い物行って私も、お釣りだけもらって買ったものを置いてきちゃったので、ね、何回か思いがありますけど、そのご婦人、教会に来られてですね、あれお金って献金がないって気づいてですね、教会来てよかったですね。先生お祈りくださいって皆さん、もしですね、これがカナダでしたらですね、私ですね、まあもう諦めましょうって、過去は過去ですよとか、祈りよりですね、慰めのカウンセリングが必要かなという感じですけども、でも日本は違うんですよね。一緒にお祈りして交番行ったらですね、もうすでに誰かちゃんと全額届けてくれていたって、ねえ、現金をですよ。そんな国ですね、世界中ないですよ。どうやりすごいですよね、このストーリーは。物忘れ、落とし物するなら日本だなと思いましたですね。まあ世界にそんな国はないと言っても、皆さんそれでも安心してはなりませんでしょ。悪い人はどこにでもいますから。まあ ATM、 お財布、携帯、オレオレ詐欺、電話にメールと、十分お気をつけいただきたいと思いますが、まあ、自分のことばかりでなく、自分のことのように相手に接する、相手を大切にする心、ドジャースの大谷が 43-43 で大騒ぎしてますけども、メジャーで誰もやったことのないこと、でも彼が愛される理由は成績だけではありませんでしょう。あの素晴らしさ、日本人を代表するような、もう世界一だと思うわけでありますね。丁寧、親切、表裏なく、誠を愛する、そして真実をもって尽くす、相手に譲る、そんな心の豊かさというか、ゆとりというか、相手を敬い、礼を尽くす、それが日本人って。皆さん、こういうものを失ったらいけないですね。これこそ日本の国宝でありましょう。もしかすると、いえ、多分私も思います。これが日本が神の祝福に預かっている理由ではないかって。聖書の神は宗教家ではありません。宗教神でもありません。キリスト教の神でもありません。すべての人を分け隔てなく愛する、真実で公正、公平な
親切な神です。それはあなたのマイナスを数える神ではなくて、日本のマイナスを数える神ではなくて、プラスを数える神。あなたの罪深さ、私の罪を数えるお方ではなくて、そんな罪人なれど誰かに励ましの言葉、小さな親切、真実を尽くす、思いやりを持って接する、そんなわずかな水一杯の愛、親切をも、最も小さくわずかなものを最も大切にし、愛し、見逃さない素敵な神がこの聖書の神なんです。そんな神があなたの親切と優しさに、いつか必ずその報いに応えてくださる、返してくださる。あなたを私は呪うのではない、祝福すると約束された神であります。だから本当に大きい神なんです。豊かな神なんです。だから恐れる必要ありません。それゆえに日本は神に祝福されたと思えてなりません。だとしたら、この日本が祝福されたとしたら、どういうメッセージですか？それは、どんな人も、どんな過去を持つ人も、神の祝福に預かれるということですよ。神を信じるクリスチャンはこの国ではわずか 1% に満たないんです。過去には戦争でひどいことをしてきた私たちですが、今を、過去ではない今を、真実に、誠実に、謙遜に、そして他者に礼儀と親切を持って接する日本、日本人、あなたの罪や過去を数えるのではなく、今を数えられる神だということです。そうです。マイナス、罪、とがではなく、小さなプラス、あなたの優しさ、親切、善、徳を数えられるこの神は、あなたの過去を数える神ではなく、あなたの今と今からを数えてくださる神ですから、ハレルヤ主に感謝します。そうなの？本当なの？と疑われる方は、ぜひ日本の床屋行って考えていただければなと思います。派遣して、泳ぎ漂流したパウロたち、皆さん覚えてますか？何人だったか。27章の37節です。20人じゃないですよ、276人です。この数、彼ら全員を手当てし、解放し、もてなすのは一人や二人、1、2家族ではできません。もう島を挙げて使えたわけです。今日の28章の7節には、島の首長と書いてありますね、ポプリオ。島のトップ自身も自らの家に彼らを招いて、3日間の間、親切にもてなしたと書いてある。良いトップを持ちましたね、民は。マルタ島の人々は、普段からそんな親切、助け合いを、困った人、助けの必要な人を、進んで助けることを皆で常としていたのでありましょう。災害、大きいこの地に住む日本人の助け合いと、困った人を助ける優しく親切で憐れみ深い心とどこか似ているような気がいたします。神の祝福を受けるわけです。マルタの人々のこの優しさのおもてなし、まあこういうのを巷では神対応と呼ぶのでありましょう。でも彼らは、そして私たち日本人も、まだ神の民ではない、神を知らない民でありましょう。3年後、この3年後彼らがマルタから出航する日、3年間も使えたんですね。なかなかできないことじゃないですか。
これ見てください。28章の10節、10節です。彼らは私たちを非常に尊敬し、出版の時には必要な品々を持ってきてくれた。今まで、養ってくださっただけじゃなくて、これから必要なものまで持ってきて別れを惜しんだということですよ。長く、長く、調べてみますと、もう3000年から5000年近く渡って信仰され続けてきたこの島のジャガンティア信仰、ジャガンティア神、その地にパウロたちが初めて愛と親切と真実の神を伝えた結果、この日10節、別れの時は来ましたが、この後マルタ島にはジャガンティア神殿に代わって多くの主の教会が建てられ、現在に至るまでイエスを信じる信仰がこの島に根ざし、島の歴史は変わった。祝福されたんです。1989年、ソビエト連邦ゴルバチョフ書記官と、書記長と、アメリカのブッシュ大統領が首脳会談を行い、長い長い米ソ冷戦終結を宣言したのが、マルタ会議と呼ばれる、この平和の島、マルタです。この小さな島です。ここから世界の歴史は変わったと言われるんです。横浜市の半分ほどにしかない小さな島が2000年余にわたって祝され、世界に平和をもたらした理由、もしかすると、その最初の理由が、今日皆さんが読んだ箇所、使徒行伝28章、漂流したパウロたち276名を島を挙げて3年間ももてなした島のおもてなし、優しさにあったのではと思いを馳せるのであります。道理でサタンは嵐を、船を、蛇をと何としてもこれを阻止したかったわけでありましょう。今日もう一つお伝えしたい奇跡は、愛と親切、おもてなしという名の奇跡です。28章の8節、修法にも8節、9節書いてありますからご覧いただければと思います。たまたまポプリオ、島の州長ですね、首長でしょうか、の父が赤痢を患い、高熱で床についていた。そこでパウロはその人のところに入っていって祈り、手を彼の上に置いて癒してやった。9節。このことがあってから他に病気をしている島の人たちが続々とやってきて、皆癒された。ちょっと見にくいですけど、8節の癒されたと9節の癒されたという同じ言葉が二度ここに使われていることにちょっとご注目いただきたいんですね。この8節と9節、すでにパウロたちを助けた人々への天の恩返しが始まっているような気がいたしませんか。私たちは今日まで使徒行伝を1章からこの28章まで108回にわたって学んでまいりましたが、別の名を聖霊行伝と呼ばれる神の著しいこのような働きを見る使徒行伝には、数えますと29の奇跡が記されています。もちろん他にもたくさんあったでしょうが、記録されている奇跡は29です。そしてこの28章8節9節はその最後29番目の奇跡です。ですから今日のタイトル、最後の奇跡となっています。使徒行伝はこの奇跡をもって閉じます。ちなみに最初の奇跡はというと、使徒行伝2章です。天から聖霊が下り、弟子たち
私たちが聖霊に満たされ、このキリストの愛と救いをもって全世界に出て行くと、これが奇跡の始まりなんですね。そしてそこにこそ、ここにこそ、そのためにこそ神の奇跡がということなんです。福音が語られる場所に、キリストが証しされるそのところに、多くの奇跡、多くの癒しが現れるのを私たちは使徒行伝を通して見てきたんです。そしてその使徒最後の奇跡も、まだ神を知らない、聞いたばかりの異邦の民に主の愛と救いが伝えられる場面なんです。ここ、ここに神の奇跡が、癒しが起こっているんです。これが神による聖書的癒しです。すなわち福音宣教と癒しは一つだということです。切り離せないんです。今年5月、大和教会の世界に来れた世界中で伝道しておられる、マレーシアのレイモンド・ムーイ先生、牧師、まあ、先生もお世話になった先生ですが、なぜ日本ではあまり奇跡が起こらないのかって、起こらないわけではないんですけど、まあ、世界と比べると少ないっていうんですね。その訳を話していたんです。それはなぜこの国で癒しが起こらないかっていうと、癒しを教会内でクリスチャンに行うからだって。まあ、もちろん起こるんですよ、それも。でもそれがメインではないっていうことなんですよ。癒しというのは宣教であって、福音を伝えることであって、福音が伝えられるときに教会の外、宣教地で起こるものだって。自分が癒されるための奇跡ではなくて、誰かにキリストを与える、伝えるための、永遠の命を知らない人々、民に、このお方がどんなお方かということを理屈なしに示すために起こる神の憐れみの心だ。よく考えてみたらそうですよね。ムイ先生だけではない。ボンケ先生も、まあ、ドイツ系アメリカ人ですよね。あれだけのドイツでもない、アメリカでもない、アフリカで、なんであんな奇跡が起こるのかって思うところでありますよね。今日の箇所でポプリオの父の病を癒したパウロ自身も、癒しているパウロ自身も実は大きな病を抱えていたんですよ。それを忘れてはならないでしょう。もちろんパウロも自身のために祈りましたよ、3度。でもそれ以上は祈らなかった。これも神の恵みだって。私は自分が癒されることではなくて、この神の癒し救いを人々に伝えるために召されているんだからって。これが祈りの真髄、癒しの真髄でありましょう。すなわち私たちは癒しを目標とするのではなく、神の栄光である、救いである、主の宣教を、主の福音、イエスの愛と救いを目標とし、願いとして祈るのであります。人はたとえ癒されたとしましても、がんが癒され、何が癒されたとしても、やがて死んでいくんです。必ずこの魂、この罪が許されない限りです。それが私たち教会の使命です。宣教が使命です。そしてこれが使徒行伝のメッセージです。29番目、使徒最後の奇跡が私たちに伝えたメッセージです。神の奇跡を、癒しを見たいならば、宣教地に出ていくということです。教会の外に出ていく、キリストを証しする、伝える、祈るということ。ではもう一度28章の8節、親切にくれた、してくれたこの主張、
ポプリオの父にパウロが8節、手を彼の上に置いて癒してやったとありますが、この8節の癒すは、これ新約聖書ギリシャ語で書かれていますが、イドマイというこの上の方ですね、8節の方は瞬間的に癒されている。だから父は赤痢から瞬間的に癒されたんです。これしかしですね、9節のそれを聞いた多くの島民たちが続々とやってきて、最後の行ですね、皆癒されたとある。この9節の癒されですね、8節の井戸前とは違う語を使ってるんですよ。わざわざなんで変えてるのって思いますよ。この9節の癒すという言葉はですね、時間をかけて癒すという動詞の未完了形なんですよ。瞬間的に癒されたわけではないんです。これ8節は瞬間的に、9節は時間をかけて継続的に癒されるという癒しなんですね。この9節のギリシャ語は多分皆さんもご存知でしょう。え、ギリシャ語？そうですよ。このギリシャ語、セラピオという言葉です。そうです、セラピーですよ。ここから来ています。薬や手術に頼らない療法、今注目されていますね。継続的な治療法ですよ。まあ、手術でバッと治るということもありますけど、セラピーも必要な治療でありましょう。ねえ、聖書から取られていたなんてね、驚きましたね。このことは治療、癒し、手当、看病、皆さん、それが癒しなんですって、神の。新しい発見ですよね。まあ、大切なことは、祈りによる瞬間的な祈りも癒しも必要でしょう。だから祈りますけど、それだけではないっていうことなんです。それだけで終わったらいけないっていうことなんです。そうでしょう。祈ったから終わりましたじゃないんですよ。祈りによる継続的な治療、癒し、セラピーも、どちらも神の奇跡、神の癒しであることには変わらないんです。この時、主とパウロと共にあって、主の宣教の働きを支え、そして皆さんが今読んでる、この奇跡がたくさん出てくる、使徒行伝を書いた著者は誰ですか？ルカですよ。ルカの職業何ですか？医者ですよ。12節ではありません。そして驚くなかれ、主イエスが多くの群衆を癒されたとたくさん出てくるじゃないですか。福音書を読みますと、その癒しもその多くはこちらのセラピオです。継続的な癒し、もちろん瞬間的に癒されるのもたくさんありますよ。読んでみますと、でも同様にこのセラピオも、例えばマタイの4章23節24節、ルカの5章7章と、群衆たちが癒される、全部これを使われています。セラピオです。主の奇跡、聖書の癒しは、皆瞬間的に行なければ癒しではないと思ったことはありません？正しく聖書を理解する、神の働きを理解することは、とても大切ですね。その理由がこんなところにもあると思うのですね。主はいつも働き、その働きを一人でなされませんでした。そうですよね。常にイエスの周りには十二弟子や他の弟子たち、マルタやマリタの女性たちなども一緒におられた。一緒に連れて宣教しておられたんです。すなわちそれは、主の癒しは継続的な愛によるセラピーだからですよ。だからイエス様に一回祈って終わって終わりじゃないですね。もちろん瞬間的な神の癒しも素晴らしいですし必要ですが、それ以上に継続的に愛され、大切にされ、祈られ、支えられ、励まされ、癒され続けること、今皆さんどんなに素晴らしい人生だと思いませんか？それは
イエス様を信じ、あなたもそんな人生をぜひ歩んでいただきたいと思います。実はそれが教会なんです。あの良きサマリア人の例え話、イエス様が言われた、強盗に襲われて死にかけてした人を哀れに思い宿屋に届けるサマリア人、彼が宿屋にこう言ったんですね。まあ、旅の途中ですよね、彼も。私に代わってどうか彼を手当てし解放してください。お金は私が払います。足りなければ帰ってきた時にまた私が必ず支払います。皆さん、預けられたあの宿屋こそがこのセラピーなる教会、私たちなんですよ。多くの傷ついたこの世の人々、主ご自身が、私が帰ってくるまで私に代わって大切に解放してくださいって、それが主の教会、宿屋なんです。それがここなんですよ。ですから、たとえ今すぐに問題解決しなかったとしましても、病もなかなか治らなかったとしましても、主と共にこの愛と恵みと慈しみの癒しの生涯をずっと歩み続けること、ここにとどまること、この愛に、これを我が感謝とし、我が祈りとして、我が喜びとするならば、大きな元気、喜び、感謝をいただくことでありましょう。何があっても、そして決して諦めない。今たとえ届かず、越えられず、ああ無理だと思っても、主を信頼して祈り、共に歩むのであります。そうすればやがてどんなミルクもクリームとなり、クリームはチーズのバターとなって、上へ主のもとへ帰ることができるようになりましょう。心配ない、諦めない、舌を向かない。何があっても主がご一緒してくださるんですから、 Don't give up。 アメン。お祈りします。愛する神様、今日は私たちに、諦めるな、何があっても、どんな難しい問題があっても、試練にぶつかっても、諦める必要ない、私があなたと共にいる、私たちを励ましてくださって感謝します。この愛に私たちも応答して、あなたの背中を見て、この与えられた生涯、どこまでも歩んでいくことができますように。洗礼を受けられる飯田姉妹と、その愛するご家族を豊かに祝福してください。尊き主の皆でお祈りします。アーメン。しばらく小さな声で祈りを捧げましょう。皆祈ってください。アーメン。愛する神様、
メン。それではこれより、御前に立ちます飯田和子姉妹、お名前修法にも記されておりますから覚えてお祈りいただきたいと思いますが、洗礼式を執り行います。すでに、何度か祈り、また共に学び、この時に至っております。先ほど、姉妹がサインされたその信仰告白、それをお読みいたしますので、その信仰告白に基づいて、洗礼をお授けしたいと思います。洗礼信仰告白。イエス様を信じるとは、イエス様を自分より愛するということです。イエス様を信じるとは、他の何よりもイエス様を大切にするということです。洗礼式はその約束であり、これからされる信仰告白を神様があなたに力を与え、助け、守ってくださるようにと、神と教会の前に祈るものであります。自分の力で信仰生活を歩んではなりません。このお方を愛し、このお方を頼り、このお方の背中をいつも見てついていけば、主が力をお与えくださいます。それでは信仰告白、お尋ねしますので、はいとお答えいただきたいと思います。あなたは自分が神に許されなければならない罪人であると思いますか？あなたは生涯イエス様を私の神、私の主、私の救い主として信じますか？アメン。あなたはイエス様を誰よりも何よりも愛し、どこまでも従いたいと願いますか？アメン。それでは、姉妹のこの心からの真実な信仰告白に基づいて洗礼をお授けします。飯田和子、我父と子と聖霊との名において何時にバプテスマを授く。アーメン。声をしっかりしなさい。あなたの罪は許された。見よ、私は世の終わりまでいつもいつまでもあなたと共にいます。神様、あなたが家族姉妹のために十字架で命を捨てて成してくださったこのお約束のゆえに、あなたが心からの感謝を捧げます。あなたが捉えてくださったこの姉妹の生涯を、あなたの愛で今、あなたの恵みで今、あなたの慈しみでこれからも常しえまで満ちあふれさせてくださりますように。愛された者として、許された者として、喜び感謝し輝いて生きることをできますように、主イエスキリストのお名前で祝福してお祈りいたします。アーメン。アーメン。ハレルヤ。皆さんの方、仙台からでしたかね、遠くからも、ご家族が皆さん来てくださっておられます。特に、ね、はい、息子さんですね。長男だけいて仙台です。あ、ね、で息子さんと私ちょっとすごい親しみがあってですね、お名前がですね、純一って言うんですね。なんか聞いたことありますよね。漢字もぴったり同じというね、なんで嬉しく思いますが、だからなんか私にとってもお母様みたいな存在かなと
そんな風にも思います、そしてですね、もうずっとこう飯田姉妹はもうこの教会に、集っていて、いつも輝いてて一生懸命喜んでメッセージ聞いてもらうんですね。いつもね、もう私も感動するんですが、でこの感謝をですね、なんとかイエス様に表したい、もうそう申しましてですね、聞かないんでございますよってそんなことはありませんけども、それでですね、いつも練習しておられるんですが、ハーモニカで賛美歌を賛美したいと、主を賛美したいと、いうことなんですね。ですけど一人でやるのちょっと、恐ろしいので、先生が歌ってくれたらやりますってことだったんですね。そんなんでハーモニカと、牧師、こんなの初めてですよ、先生授けさせていただいてですね、二人で賛美をするの初めてですが、じゃあハーモニカを用意していただいてですね、賛美していただき、その後忘れないように少々お渡ししたいと思いますね。ハーモニカもいろいろあってですね、で今日はもうね、主を吸う時も音を出す、吐いて吸って、祈りと御言葉ですね。それでは、はい、準備が整ったら、はい、お願いします。最後に少々をお渡ししたいと思います。記念品もありますね、洗礼証書と、そして教会印象ですね。おめでとうございます。はい、新牧師牧家先生のご本とかプレゼント書いたらのプレゼントになります。もう一度お知らせいたします。それではご一度ご起立くださいまして、最後主は生きておられる、主は今主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、
聖霊様の親しき御交わり、今御前に洗礼を受けられた飯田姉妹、またそのご家族、そして我ら一同と共に常に限りなくあらんことを。アーメン。アーメン。どうぞご着席ください。主に感謝します。お手元の修法プログラム、から簡単にご案内申し上げたいと思います。カモイニュースのところですね。この後、東京会バリスタが入れてくださる、とてもおいしい、コーヒーカウンター、今日第一礼拝のみでありますが、この後オープンですので、どうぞですね、お客様ギフトでありますので、自由にお飲みくださればと思います。豆ブルーマウンテンティーはアイスアールグレイということですね。両方とも、私も両方ともいただきましたが、ぜひゆっくりお楽しみいただければと思います。受選おめでとうございます。飯田家族をしました。ちょっとご家族来ておられますので、ちょっと一度ご家族皆さんお立ちいただけますでしょうか。今日台風でね、なんか大変な中でありますが、来てくださって、感謝の拍手を送りたいと思います。後ほどお写真を撮らせていただきたいと思いますが、来週ですね、実は来週も洗礼式あります。お二人の方が洗礼を受けられますので、もう毎週あってもいいなと思ってますので、まだ受けておられない方はぜひですね、申し出ていただきたいと、そう思いますよ。来週はですね、パワーポイント出てますが、4人のメンバーですね、ミントフレーバーズから、来られて三重賞になります。特別特別素敵な、賛美をお届けくださいます。伝道メッセージもしますし、ご家族お友達などを誘う大きなチャンスですので、ぜひですね、皆さん、お誘いくださいますように。なんかチラシがあるのかな、まだお写真のね後ろの方に、はい、あるそうですので、ぜひお持ちください。今週木曜日のタウンニュースに心のエステ、9月号掲載されますので、お祈りください。また教会員で米寿白寿、これは8899ですね、金婚式をお迎えになる方は、敬老の日の次の日かなんかでしたかね、お祝いをしたいと思いますのでお申し出ください。献金は今日も集めていませんが、礼拝堂の入り口のところに木の大きな献金箱ありますので、もう今日感謝のいっぱいですが、そちらの方に、ご自由にお捧げくださればと思います。集会ミーティングアクティビティですね、キッズチャーチ5回すでに終了しています。この後羊飼い5回、そして水曜日はバイブルラウンジ、この4回ですね、どなたも参加できます。アクティビティが、本日は第2礼拝後、夫人のお茶会14時30分、そしてフットサル隣のイオン屋上、あれなんか雨降ってきましたかね今、多少の雨ならできるということで、15時半フットサルですね、火曜日子育て広場5回10時、そして礼拝堂掃除土曜日13時30分と、なっております。先ほど、糸葉ちゃんはね、ご紹介、しましたが、まだいるのかな、そのあたりにね、あ、いるそうですね。くれぐれも抱っこされる場合は手を消毒してからはいですね、パパママと一緒によるいとちゃん、ご挨拶なさってください。よろしいでしょうかね。はい、それでは最後大きな感謝の拍手、イエス様送りましょう。イエス様感謝します。皆さんありがとうございました。コーヒータイムでございます。